未だに対立が続く辺野古の基地移設問題。きっかけは20年以上前に起きた少女への暴行事件でした。2018年12月から始まった沖縄県名護市辺野古の沿岸部への土砂投入、米軍普天間飛行場の機能を移設するための埋め立て工事です。普天間飛行場は住宅密集地の中にあり、世界一危険な米軍基地とも呼ばれています。移設計画が持ち上がった背景には1995年の事件が。沖縄県内で小学生の女の子が米兵3人により暴行される残忍な事件が起きました。しかし日米地位協定が壁となって、アメリカ側から日本側へ容疑者の身柄が引き渡されませんでした。沖縄への基地集中が解消されない状況への反発がうねりとなって高まりました。日米両政府はこうした反発を受けて、沖縄の基地負担の軽減について話し合い、普天間飛行場の5から7年以内の返還に合意しました。しかし地元の合意がない県内移設の条件付きでした。当時の沖縄県知事は県内移設を拒否しました。次の知事は辺野古への移設を認めますが、2つの厳しい条件をつけます。1つは15年といった使用期限をつけること、もう1つは軍民共用にすることでした。政府も沖縄の主張に理解を示していましたが、2006年当時の小泉政権が県の意向を踏まえないまま方針を大きく変えました。2つの条件はなくなり、沖合ではなく沿岸部を埋め立てる現在の移設計画へと変わっていったのです。2010年以降の沖縄県知事選では、普天間飛行場の県外移設を掲げた候補者が当選してきました。一方安倍首相は辺野古が唯一の解決策と訴えています。政府と沖縄県の溝は埋まらないまま、現在も埋め立て工事が進んでいます。